あった、あった。あれ、あれ、ボクシングさん、あれ、あ、ボクシング、あれ、あ、ボクシング、あれ、あ、ボクシング、あれ、あれ、ボクシングさんがいない。ボクシング、あれ、ボク、あ、あれ、ボクシングさんがいないぞ。ボクシングさん、あれ、あっち。あ、ボクシングだ。暴れちゃった、またゴースティング。もうすぐ人間。どうやって田中さんとか見つけるんすか？アマノさんのことですか、普通に。なんか、もともとその、自分もまだ3万人とかで、うん、でその田中さんは本当もう1500人とかの時に、なんか、たまたま放送を見てて、で、お互いのこと知ってたんですよ。なんか、底辺あるあるみたいな感じで、はいはいはい、まあ、一緒に頑張りましょうよみたいな感じで、結構長い付き合いで、そうなんですよ。2年ぐらいですね、知り合って。いや、すごいな。なんかその、難しいんだよな。人探しがすごい難しくて。なんかやっぱりあれですか、数人というかグループというかタッグでやっていきたいみたいな。いや、タッグ、んー、なんて言うんだろう、その面白い人が本当に周りにいないから。え、それこそなんかうららさんとか。うららさんね、 PC サーバーなんだよね。結構敵が強くて喋れなくなっちゃうから PC 行っちゃうと本当にそう思うんだよね逆に。え、じゃあなんで俺やってくれたのかなっていう。いや、面白いからですよ。面白かったですか、今日の収録。面白いからですよ。あ、本当ですか、よかった。ちょっと期待に多分添えない感じになっちゃったと思う。いや一つ思ったのが、はい、ツッコミとツッコミだから面白いなっていう。逆にボクシングさんってツッコミのイメージあったんで、最初めっちゃボカキャラでいこうかなと思って、そうそうそう、滑舌悪かったんですけどあんまり俺のボケクオリティ高くないんでダメだと思って。あ、そういうことで。はい。いや、なんかその僕はなんて言うんだろう、一緒にボケちゃったりするから難しいかもしれない。あ、そう、くどくないツッコミだから。はい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 、しつこくないっていうか、なんか難しい、そこの駆け引きが難しいと思う。本当に難しい。まあでもやってて全然面白くなれば大丈夫なんですけど怖いですね。何を心配してるんですか。いや、あ、なんか来てる。来ますね。アブダラシャハマニだよこれ。アブダラシャ花火。アブダラシャハマニ、めっちゃ早い建築。ワンダンです。ナイス。うわ、こいつめっちゃ早い。めっちゃ早いんだよ一人。守りに来た。どこ行った。落とそう。ごめんね。バイバイ。ボクシングさん、マジで。オッケー、危ねえ。どこだこれ。危ない。一緒に殺されるかと思った。あ、降りてきた、降りてきた。あ、ナイス。うまいね。ナイス。ねえ、あの、ごめん、敵かと思った。はい、すいません。一瞬ね、一瞬。はいはい、まだ。いや、ごめん、通り盛りワンタッチ。ああ、はい。うん。こういうとこがやっぱいじめって始まるのかなって。なんか僕が悪くなっちゃうな、そのツッコミは。でもやっぱ面白い動画撮るのはやっぱお互いリスペクトしないと面白い動画撮れないと思うんですよね。ああ、まあそれは本当にそれ思うんですよ。だから田中さんとか結構お互い尊敬し合ってると思うんですよ。そうですね。絶対ね、あれはね、絶対お互い好きなんだろうな、リスペクトしてんだろうなって感じで長い付き合いだったりして、自分もその田中さん、田中さんって普通にも言っちゃいますけど、田中さんとなんかいわゆるバカシリーズ、うんうん、至るまで本当瞑想してて、ずっとマイクラの怖い話だけ伸びるみたいなチャンネルで、実況はマジで伸びなくて、でフォートナイトとかやっても本当シーズン6の時とか本当2桁だったんですよ、同説とかも。へえ、本当にダメだなってなってて、でたまたま撮った2人の動画がいい感じに伸びてくれて、そっからなんですよ。ああ、1回伸びればそれでずっといけるから、はい、その面白い、あ、これが面白いんだとか分かってくるのがやっぱ面白いですよね、 YouTube って。そうですよね、確かに確かに、それはありましたね。で自分が面白いと思ったらあれ意外とダメなんだなとか。いや、それあるんですよね。そう、なんか結構自分が思ってることよりなんて言うんだろう、違うのありますよね。え、ここ行くのみたいな、ここあんまり見せたくないとこなんだけどここをやるしかないのかみたいな。それが面白さであり難しさでもある。そう、本当に難しいんだよな YouTube。 めっちゃ真面目なんですね、ボクシングさん。いや結構、いや真面目じゃないですけど結構考えますよ。じゃないと、まあ、そりゃそうですよね。じゃないとここまで伸びないですもん。いやいや関係ないですね、その伸びる伸びない、鼻が伸びてるだけなんで、ビヤーンって。あ、じゃあさよなら。持ってない上まで来たからなんかあの何かしらジャンパーットでもなんか持ってんだろうなと思って。ジャンパーないよ。めっちゃついてきたのになぁ。ジャンパーない、ジャンパーない。バイバイじゃなくて。バイバイ。これまた裏切られるのかな。
やり合ってます？やり合ってるよ。下崩せますけど。崩さない。崩しちゃっていいよ。あ、見てくる。戻った戻った。うわ、あいつさてはできるやつだな。うわ！え、下？あ、別も来てる。ポーション飲む。はい。ごめんなさい、資材がないや。登ってきたからね。資材がないや。やばいそれは。あ、悪魔的だ。うわー、上に来たナイス。いけるかも。やばい。ねえねえねえ。上に、あ、危ない危ない危ない。あ、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 ねえ。シンプルに雑魚いやつじゃん。まさか人間。おやっていきましょう。そうだ、だからあのボクシングさんと一緒にゲームしたとかよ、リア友に言ったらもうビビりにビビりますよ。マジでリア友がそのずっとジージーって言ってるんですよ。本当にジージーあざますけって LINE とかでも会話の終わりにジージーガチゲージガチゲージガチジージーってガチゲージの略っすからね。あ、グッドゲームではない。違う違う、ガチゲージ最初に言い出した人がそれ言っちゃうと本当に人になっちゃうから怖いんだよな。ま、フォートナイトでね、そうそういえばね、周りで言ってなくて、はいはいはい、そういえばジージーっていいこともあったなみたいな。はいはいはい、やった一人。オッケーダブル今日。ポーション落ちてる、ポーション。あ、ありがとうございます。ミニポも置いとこ。いや、どうしようかな、いっか、ミニポ。ミニポの方が、あ、ミニポの方がいい。いや、ミニポも欲しい、はい、ミニポ、はい、どうぞ。美味しいな。美味しいでしょ。あ、間違えた。あー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 違う、あー違う違う、まあ、聞いてください。2個あると思ったんですよ。あー、反抗しちゃったね、今ね。違います。いや、ポーション落とそうかと思ったけど、ごめんなさい。今回はちょっと俺の姉ちゃんと一緒だ。ノーマネーでフィニッシュです。ノーマネーでフィニッシュです。あげると思ってたのにみたいな。いやー、まさかそんなことされるとは思わなかったな。なんでボクシングさんそうかっこいいんだろうっていうか、そのどうしてそんなにかっこいい証拠だよね。はい、はい、かっこいい、ほんとかっこいいですよね。ほんとにかっこいいと思うよ。ありがとう。え、その面足見たことない、それ。いや、ほんとに。え、リア、めっちゃリアなんですよ。これすごいでしょ、これほんとお気に入りなんだよ。あ、ピンクのスキン、はいはいはい。そうそうそう、これピンクの迷彩な、かっこいいでしょ、これほら。いいっすね。ねえ、かっこいいよね。はい、よし、行こう。まあ僕も喉痛いからな、足先ついてねえか。あー、やっぱりそうですね、実況者たるもの。そうそう、喉ね。あ、もういいや、うん、これ出たから。あー、ちょっと待って、ボクシング、え、取られた。え、はい、とかはバグバグだよ、バグ。そうですよね、やっぱり、うん、どうしてそんなに。いや、このツヤバナナの、いや、ツヤ、あ、ツヤか、これこれね。いや、そうなんだよ、ツヤなんだよな。ツヤだったか、正解が。あ、倒しました。オッケー、ナイスー。あ、ジュース落とすよ。あ、ありがとうございます。落とした。おい、来た。いや、ちょ、場所が来た来た来た。どう、報告報告。あ、来た来た来ました来ました、スラップケース来ました。そう、遅いから結構。はい、それやっぱ仕事の遅さだとやっぱ時給下がってくるから。あ、時給下がっちゃう、それだけで、うん、それ下がるな、はい、今どんくらい。1500円。めっちゃ高いじゃん。はい、来ました。全然下がってもいいもん、それぐらいの。ワンダウンです。バナナ、お、あ、違かった。びっくりした、マジで。あの、上だから名前が。いや、まだいる、まだいる、まだいるよ。これ、崩されたら。あー、ボクシングさん、ボクシングさん、わなだ。ほんと、わなね、強くなってからね、おかしい。あ、こいつ、こいつ、こいつ、そいつ、そいつ、容疑者。あ、来る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 。任せてくださいよ。あ、これ、崩されたら、マジで死ぬ。死ぬよ、それ。あー、やばいやばい、そいつ、結構上取るんだよね。きた、あー、ちょっと待って。うわあ、来た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 。ナイス。上がってくる。下落ちちゃいましたね。さ、おじさんだ。ナイス。さあ、ワンブイワン始まりました。さあ。あ。さあ。チンチン、初見さん、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。いや、うますぎた。やっぱトークがすごいもんな。うん、ありがとうございます。どう、全然ちょっとくらいしよう。しゃくれがすごいもんな。しゃくれしゃ、しゃくじゃなくてしゃくれ。しゃくれってない、あんま今しゃくれか、こんな感じの臭そうだな。視聴者に言われるんだよな。